皆さんご存知ですか？スポットライトを浴びるサラブレッドの陰に、彼らを支えるホースマンたちの様々な物語があること。亡きホースマンの思いを胸に、二冠制覇へ。コータのおかげで勝った。本当にこの勝利は彼のおかげだと思います。本当にありがとうございました。競馬界のレジェンド、ダービーへの思いとは。どの国にもそのやっぱりダービー馬っていうのはね、なんかこうすごい馬っていう、分かりやすいですから、なかなか難しいけど、勝ちたいですね。7勝目狙いたいですね。父が見たあの景色を目指して。やっぱり僕が見た光景をね、見てもらいたいな。今年はチャンスあるんで、勝てるように。ダービージョッキーが調教師として向かった先は、ダービージョッキーだったことで、一緒になってよかったなとは思ったね。あの名馬を手掛けた名伯楽が悲願に挑みます。ダービーのね、調教師っていうことになると、やはりすごい嬉しいですよ。2021年に誕生したサラブレッド、7906頭の頂点を争う日本ダービー、そしてオークスが2週にわたって行われます。その知られざる舞台裏のドラマをご覧ください。栄光へかける日本ダービーオークス2024、好評配信中。